じゃあ今日の試合の総括をお願いします。いつもと違う環境の中で、めちゃくちゃ、難しいことがあったんですけど、チームとして、通じたものもあれば、通じなかったものもあるので、そういったところを、この時期に明確にみんなが、共通理解できたっていうのがとても良かったなと思うのと、その部分でオフェンスの部分では結構アタックだったりとか、アタックからキックアウトしてスリーポイントっていうのがやっぱキングスらしいバスケっていうのができてたので、そこもしっかり、レギュラーシーズンまた入っていくと思うので、そこまたプレーシーズンあと6試合あると思うんで、5試合あると思うので、そこでしっかり、修正していきたいのと、ディフェンスの面では結構イタリアのチームとかそういった面、強いチームの相手でしっかり戦えれたので良かったと思います。はい、ありがとうございます。そしてオフェンスのところなんですけど、かなりスクリーン使って縦に割っていくのは悪いというか、アタックするみたいなのがありましたけど、あれは意識的だったんですか。コーチ陣たちに求められていることがそれだったので、意識的にやって、その後やっぱりビッグマンに落とすのか、外のエイジさんだったりマスさんとかだったりにパス出すのかっていうのは、自分の判断ですけど、そこがまだまだだったので、そこはちょっと修正していきたいなと思います。なんかヨーロッパに来て、ヨーロッパでプレーするの初めて、はい、なんかチャレンジしようとか爪痕残すとか、そういう気持ちもあったんですか。自分自身これが復帰戦だったので、ここのどっかイタリアで爪痕残すというよりは、やっぱチームが勝つために何ができるかっていうのを探しながらずっとやってはいましたけど、それがうまくいったものもあればうまくいかなかった時もあったので、そこはもうちょっと修正していきたいなと思います。実際にヨーロッパのチームとで試合やってみて、よくなんかフィジカルが強いとか、高さとか、なんか戦略のうまさとか言われますけど、やってみての感想っていかがですか。やってみて本当に強かったですし、だけど自分たちも全然やれるんだなっていう感覚はあったので、そういった面で、もうちょっと、ビッグもいなかったと思いますけど、ビッグが帰ってきたらもっといい戦い方ができたのかなっていうのは感じました。これを踏まえて B リーグに行くじゃないですか、はい、何か感覚が変わったりしますか。いい意味でそうですね、今日戦ってた相手の選手とか結構体も強かったんですけど、日本だったら、なんていうんですかね、そういった僕のところでポストアップしてくれる選手ってあんまりいないと思うんですけど、そういった面で外国人がポストアップしてきても守れる体を、守れる、なんかなんていうんですかね、守れるぞっていうのを皆さんにちょっと教えられて、なんて言えばいいんだろうな、こういうの。D に帰って同じ中心があっても、結構体張りやすい。そうですね、体を張ってディフェンスができるっていうのを、ちょっとは証明できたかなと思います。ちょっとフリースロー悔しそうでした。いや、ちょっとフリースローめっちゃ悔しかったです。練習します、ね、練習します。はい、ありがとうございます。はい、今日の試合の総括お願いします。はい、練習でやってることが出た部分と、であとやっぱ試合をやってみないとわからない部分、駆け引きの部分もそうですし、それぞれのコンディションの部分もそうですし、それをしっかりこうどちらも得られた試合になったと思います。石よく言えばもちろん勝ちだったりとか、それ以上にね、自分たちがこうここでしかできない経験を得られたということが一番だと思うので、はい、すごく充実した2日間になったかと思います。はい、次が日本に戻って、長崎、その次に初めてホームで戦う、復帰戦になると思うんですけど、そこに向けての意気込みをお願いします。はい、
まあ、引き続きこう練習で取り組んできていることとで試合で出た課題とっていうところで、まあ、バランスよく取り組めたらいいなという感じですかね。まあ、毎試合やっぱりいい部分もあればもちろん改善しなきゃいけない部分もあって、まあ、それをコーチ陣たちがまとめてくれてそれにまた自分たちがチャレンジするこういうサイクルをしっかりこう誠意持って、はい、次節というか次のプレーシーズンも戦っていけたらいいなと思いますし、まあ、やらなきゃいけないことはもちろんあるんですけど毎試合毎試合楽しむ気持ちも忘れずに、はい、また次もやれたらいいかなという思いです。あ、見るからに昨日よりなんか笑顔が多かったですけど、なんか今日は気持ちの変化があったんですか？あ、いやもう単純にやっぱ楽しかったですかね、はい、なかなかこうやっぱ日本でずっとプレーしていると初見っていうのがあんまないんで、正直純粋に初めてするチーム、初めてマッチアップする相手に対して自分の持ってるものとか駆け引きとかやっぱいつもと違う空気感でやれること自体は僕はすごいなんか楽しいというか、はい、なんか何にも縛られてない気になれるので、そういう意味ではすごく楽しい本当2日間だったと思います。はい、あ、じゃあもうドライブ3とかもじゃあガンガンもう仕掛けてったのは楽しさだったんですね。はい、あ、そうですね。まあなんかあんまこの、まあ、そのオフシーズンで取り組んできてることも込みですけど、うん、まあどっかではやっぱりキングスっていうチーム、下手隆一っていう選手をやっぱ印象付けたいっていう思いもあったんで、はい、そういう、まあ、あんまりやっぱ欲が出るとダメなタイプだなっていうのは学びになりました。でもディープスリーとか最後のバックビハインドとか、あの2つは会場も湧いてましたけど、聞こえてました、はい、湧いてました。いや、嬉しいっすよ。いや、なんかそうですね、この僕の空気感に僕も煽られたかもしれないです。普段やんないですけど、あんまり最後も拍手を聞けましたよね、はい、あれとかどんな、あれはすごく嬉しかったですし、まあ本当こうバスケットボールを通してなんかこう誠意持って、はい、プレーすることでやっぱ伝わるものは必ずあるんだなっていうのは本当再認識できた試合にもなりましたし、まあ、ただやっぱ勝ちたかったですかね、どっちかというと、はい、まあ、それはまた来シーズンなのか分かんないんですけど、次の機会にとっておいて次は本当に勝つつもりで、はい、調整の部分からしっかりやれたらいいかなっていうところです。ヨーロッパのバスケはどうでした？やってみて印象は。あ、やっぱこうフィジカル的なところは全然違うなって、まあ、笛の部分もあるんですけど、笛でやっぱ鳴る鳴らないの基準が、そのなんか一貫性はすごくあったと思うので、その分やっぱフィジカル、どこですごくフィジカルと戦わなきゃいけないかっていうのもクリアでしたし、本当なんかやっぱバスケットってフィジカルゲームだなってすごい思いましたし、まあ、だからこそ小さい選手は何をするべきかっていうのも、まあ、こういう試合でじゃないとできないこともあるので、まあ、でも本当そうして楽しかったです。と、うん、はい、来る前はうまいもん、パスタ食いたいって言ってましたっけ？はい、食べました。いや、もう6回ぐらい食べてました。むしろパスタしか食べてないです。美味しい、美味しいですよ、とっても美味しいです。はい、よかった。はい、すごく、自分たちにとってはめちゃくちゃいい経験になりました。まあ、これは国内に自分たちにやっててもここまでやっぱりフィジカルが強いチームと試合することもなかったし、ここまで、チームとして、オーガナイズされたチームとやることがなかったので、まあ、そういった意味で本当にすごく自分たちも勉強になったし、これからまた、ね、今回トラパニさんだったり、デルトロンさんの、まあ、バスケットを学んで、それをまた国内リーグで、自分たちがそれを使って、バスケットしていきたいなと思います。お疲れ様です。よろしくお願いします。さっきおっしゃったみたいにヨーロッパのバスケすごい強度も高いとかっていう中で、今日脇さんだったりとか荒川さんとか宇野さんとチャレンジしてる、まあ、ように見えましたけど、彼らのプレーはどうでした？いかがですか？まあ、本当脇はルーキーイヤーで、まあ、こういった経験をね、最初のこの1年目でできるっていうのはすごく彼にとってプラスになると思うので、まあ、その中で何もやらずに変えるよりもやっぱりチャレンジして一つの失敗をすることっていうのがやっぱり彼にとってもこれからね、それがまた自分たち
その彼にとっての成長につながると思っているので、まあ、本当に、こう、なんか何もせずに終わるんじゃないですか。しっかりチャレンジしてくれたこと、よかったなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。